団の皆さんの温かいご支援に心から感謝感謝の選挙戦を進めております。たくさんの皆さん本当にありがとうございます。鹿児島は今どん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 今衰退していくばかりなんですよ。もう10年前は30ないだったのがもう下がり続けて県民所得が45位まで下がっております。また下がったんですよね。ここでも皆さん何とかしなければ鹿児島にこの改革してどん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 上昇するそういった方にしなければ鹿児島はどんどん衰退していくばかりであります。疲弊していくばかりであります。だからそのためには何が大事かというと、それを止めるためには何が大事かというと、それは皆さんもう一つであります。それはトップを変えるしかないんです皆さん。だってねえ、トップが変わらなかったら変えようがないじゃないですか。今のまま続くと、トップがそのまま続くと今の衰退する状況が4年続くだけです皆さん。だからこの三田園聡に一回任せてください。お願いします皆さん、本当お願いします。だからトップが変わると、知事が変わると鹿児島は変わるんですよ。これまでは上がドーンと決めたらですよ、俺が決めたんだからそれ従えっていうことがずっと続いたわけですよね。そんなものは政治じゃないんです皆さん。本当の政治というのは、トップというのは皆様方の意見を聞いて聞いて聞いてですよ、いろんな意見を聞いて何でも聞いて、そして何でも言えるようなそういった県にすることが大事なんです。で、私はもう皆様方の意見を聞きに来ます。そして皆様方にとって一番いいもの、何が大事かというものを見極めた上で政策をどん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 推進していきます。それが本当の政治中なんですよ。マンゴーとかお茶とか牛とか、今鳥は鹿児島ですよね。でも東京行ったら鳥って言ったら宮崎でしょって言うわけです。いや鹿児島だよって言ったら、そんなことは宮崎だよって言うわけですね。そういう状況なんです。それは何かというとブランドってやつですね。もうブランドを作ろうと思って、他の県の知事はもうどん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 やってるわけですよ。これ4年待ってもうブランドを作られたら、何か言いますけど鳥とか豚とか牛とかそれと同じようになっちゃう、お茶とかになっちゃうんですよ。後から追っかけててもダメだから所得が下がるんです。マンゴーは宮崎10倍するんです。鹿児島さんの今10倍しましたよ。同じマンゴーが同じ品質なのに宮崎産中だけで10倍するんですよ。そこで所得の差がつくわけです皆さん。だから鹿児島ももう変えましょう。トップは変え、トップを変えなければどんどん衰退するばかりなんです皆さん。だからトップを変えてください。この三田園聡に一回任せてください。トップをチェンジ、鹿児島をチェンジ。もう一ついきますよ、これが大事ですからね。三田園、自分いきますよ。三田園聡にチェンジ。もう一回最後いきますよ、合言葉はチェンジ。ありがとうございました、よろしくお願いします。東京から参りましたインターネットメディアなんですが、ぜひ一言お願いします。はい、いやもう皆さん方のこうやって非常に、ね、本当に皆様ありがとうございました。皆さん方し鹿児島帰るために頑張ります。もうね、決まれ頑張れですごいですよ。このね気がすごいので、もう本当に三田園さん必ずや鹿児島を帰るために頑張ります。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。お集まりいただきました皆様は、いやもう、もうこれまで言った通りであります。これまで言ったことを見ていただければ、原発のない社会を目指していくんです。どうか皆さん一票一票の積み重ねで大きくご支援の輪を広げてくださいますようお願い申し上げ、ご当地一角からの訴えとさせていただきます。本当にありがとうございました。あの三田園にどういうところを期待されますか。やっぱりね、官僚の上がりじゃないところがいいかなって期待してるんです。だから期待通りに行ってくれるといいなと思います。官僚上がりの人は どうしてやっぱりなんか定まった、あの例外以外のことはしたくないっていうあのことのようですから、聞くとあのそういう声がよく聞かれるので、じゃあ例外でもやっぱりいいと思ったらやるべきだと思いますので、失敗しても。だからそこでちょっと新しい若い人はやってくださるかなと思って期待してます。実際現職の知事の評判はいかがなんですか。びっくりしました。あの悪いのに。え、あ、悪いんですか。悪い。どう悪いんですかね。あのね、いろいろ聞きましたけど、あお顔映してますね、うん、お金関係。いやいや、そのお金の関係のことはあんまり聞かないですけど、とにかくあの
威張ってるって言われてます。もう少しだからみんなのところに今三田さんまさにおっしゃったけど、あちこちに行って人 の, 意見とかを、できるできないは別として耳を傾ける姿勢が欲しいなと思ってます。